あのアイテムも実は取れる？なんだろう、あれどうやって取んだ？あ、向こうからジャンプして取るみたいな。ちょっと異次元キャトル。おはよう、こんにちは、こんばんは。僕の異次元空間へようこそ。ネグダーコンタクティー、アトランティスの謎パート4やっていこう。いや、今回からね、ちょっとね、コントローラーを変えてみたの。うん、まあ、ファミコン用ってわけじゃないんだけど、うん、だから多少今までよりも操作性が個人的には向上しているんじゃないかと思っているから、進めるようになるんじゃないかな。どうかな。いや、まあね、とりあえずだからといって、コントロール、ん？この新しいコントローラーでアトランティスの謎を遊ぶのは初めてなんだけどね。ま、お試しプラス、うん。いや、とにかくやってみようと思って。でもこれね、前回よりも、うまいことをできれば、こう操作性は向上していることになるよね。サクッと行こうぜ。どうしないさ。あ、ちょっと待って。ちょっと、今のはなし。まあ、取り消せないけど。いや、きっといけると思うんだよな。よ。いいぞ。いや、でも、怖い。とっと。じゃあ、本当に、もう、なんか、なんだかね、この、狂った操作性、やだわー。よし、でも、まあ、いいでしょう。ほっ！あー、取れんかった。まあ、いいよ。とりあえず、宝箱には、目もくれずっていうのが、よし。サクッといっちまおうぜ。骸骨に注意さえすれば、ここは怖くない。地味に気になったんだけどさ、あそこの、宝箱が置いてあるところ、あそこから向こう側って行けるのかな？どうなんだろう。ちょっと試してみる？骸骨出てきて怖いよな。こっから。あ、いける！いけたぞ！よし、ちょっと行ってみようぜ、じゃあ。多分あそこも行けるんだろう？行けるんだよな。行ける。お？ちょっと、今日はじゃあ別ルートということで、うんこが降ってくるけど。え、どんタイミングがいいかな。よし、ああちょっと待った。いや、でも行けるね。行けることは分かった。よし、じゃあ行ってみようぜ。たまには違うルートで行ってみよう。行けるなら。ワープを使うわけじゃないからね。うん。隠しルートみたいな、隠し扉みたいので、進むわけじゃ、おっと。いいでしょう。よし。もう一匹ぐらい出るかな？よし、来たな。よ。よし。あいつさっきから、ジャンプしてはやられてるな。あのアイテムも実は取れる？なんだろう、あれどうやって取んだ？あ、向こうからジャンプして取るみたいな。ちょっと！ちょっと待って。ちょっと、あれ？あ、遅延ある？そんなことないよな。あれ？超えていこう？もう。めんどくさい、あいつ倒すの。よっ。あ、嘘！ちょっと待って。ちょっとボンミスが目立つぞ。集中。よしよし。
集中。いや、コウモリも結構邪魔なんよね。集中集中。よし。もう一匹出るかな。よし。まあ、アイテムの、ちょっと、絶対そのうちなるとは思ってたけど。だけど、いい、もうちょっと、やっぱりやっつけながら行くしかないか。確実にね、進んでいかないとめんどくさがっちゃダメだ。確実に。よし。で、反対側に行って、で、反対側からジャンプしてあのアイテムを取ると。あ、びっくりした、危ない。危ない、危ない。あ、ちょ、時間あんまないからさ、おとなしくやられといてよ。うん。で、ジャンプして、で、ここに降りて、よ、ちょ、なんで？ちょっと、ちょっと、パート4散々じゃん。ちょっと、待って。ちょっともうちょっと、慎重に。あれ、さっきまでなんであんなにうまくいってたんだ？え、ボタンの知恵ないと思うんだよな。うん。あれ？おかしいな。ちょっと待って。やっぱりプロコンでやった方がいいじゃんってことになっちゃうじゃん。よしよしよし。よ。んで、これ慎重に降りて、よっしょ、オッケー。で、こっから、コウモリ来るだろ？よし、来るな。よし。こうして、え？嘘？ちょ、あいつ、よしよしよし。で、コウモリ来る？よっ。え、取れない？なんで？ちょ、時間がないんだから、早く。こうやって試してる間にやられちまうのよ。え、取れない。ちょっと待って、もう一回。今回はちょっと、もう一回やろう。ちょっと、納得いかん。納得いかないから。うん。パート4はすいません、2回やります。ちょ、もう一回。よし！さあ、ゾーン4、4、ステージ4、戻ってまいりました。もう一度チャレンジ、再チャレンジ、あのアイテムも取りたいし、うん、あのアイテムをまず獲得しないと、割とギリジャンでやらないと取れない感じかな。そもそもあのアイテムの効力は何なんだろうか。さあ、アトランティスの謎を解いていこう。よし、コウモリ来るよな。よしよし、骸骨も来る。よし、ギリジャン、よっしゃ、いった！オッケー。さあ、このアイテムに何の意味があるのか。そして、この先に進むには、ちょっと、うんち鬱陶しいぞ、おい。おい！なんか、タイミングが、もう絶対そうなるじゃん。あ、でも、アイテムなくならない。お？え、なんだ？あ、死んでもいいんだ。え、どうしようかな？このアイテムを持っている状態で、新ルート行く？うん、新ルート行こうか、じゃあ。アイテムを持っている状態で新ルート。よっ。ほい。よしよし。よっ。慎重に。時間ないけどな。行けるか？よし。ちょ、コウモリマジ鬱陶しい。よっ！よしよしよし。そして、あっ！やば。やばい。今日は、ちょっと、ステージ4が鬼門になっている。よしよし。いやー、この先。で、いつも入る扉の先にはどんな扉が待っているのか。よし。ステージいくつへ行くのか。よ。怖い。慎重に。骸骨出そう。やっぱりね。いいよ。相手してやるぜ。よし。よ。よし。ほっ。いいね。いいよ。順調順調。ここでさっき死んだ？よっ。よし。骸骨はまだ来ない。時間がでもない。時間がない。時間が。よっ。よし、進んだんじゃない？
え、まだ？ちょっと危ない危ない危ない、そろそろか、ちょそろそろ来てくんないと時間がないぞ。よし、来た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 。さあ何面だろう。25、一気に進んじゃったけど、あれは取れる？あ、取れる。お、おお、33、どんどん進むじゃん。ちょっと怖いんだけど、あれこれデモのステージじゃない？骸骨じゃなくてコウモリはとりあえずいないからいいか。敵もとりあえず全無視でいいな。おお、いいぞ。ここは比較的楽なステージだ。おーいしょ。どこだ？怖っ。びっくりした。よしよし。アイテムを取りつつ、上はいけるな。いけるいける。あ、きし。あ、そろそろクリアか？長くない？こんなもんか？いつも。よし、来た来た来た。34。そしてアイテム2つ持っている。あーなんか、まあ、やっぱりね。やっぱりね。なんか、こういう、あ、なに君？わ、危ない危ない。おいおい、怖い。よし。お、怖っ！なんだあいつ。魚も飛び出すからな。ちょっと慎重に行かないとな。なんかあれ、なんだあいつ。魚、危なーい！お、行った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 。よし、36。え？え？え？あ、あ、見えるわ。一瞬見えるけど、時間大丈夫か？ここか。え？ちょ、見えねえんだよ。え？あ、こっち？え？どうなってる？怖い怖い。あ、こっちか。え？ここでいいの？え？上。いや、穴とか大丈夫？あ、違う、下だ。え、時間が怖いな。時間が。あ、もう絶対こうなると思ったもん。まあいいよ。でも、ここにまず穴があります。で、行き止まりの前にこっち行きます。で、下降りる。で、このまま行って、ここジャンプする。はい、次。次次。賢くなってる。え、次は？上かな？え、わかんないけど。え、どうだ？どうだ？宝箱ある。おー、取れる。え？どうだ？あ、いえ？え？え、どこ行くのこれ。どこ？え、わからん。ん？隠し扉的な？え？え、ないよ。道がなくないか？え？時間ねえぞ。え？え、どこ？ちょっと待って。え、どこだ？穴あるんだろう、どうせ。やっぱりな。え、ここ行き止まりだろ。え、あれ、なんか隠し要素。ちょ、待って待って。あ、落ちちゃった落ちちゃった落ちちゃった。え、おい、え、なんもないじゃん。え、どうしたらいいの。あ、ちょっと待って、どこだ。え、ここ行き止まりだろ、まず。ん？え、わからん。え、このルート間違ってた。え、扉にあるように見えないんだけど。ある？ないよね。じゃ、爆発させた時ぐらいはさ、見えたっていいじゃん。一応これも明かりじゃん。え？え、わからん。え？どこ？落ちたら死ぬし。
え、扉ないよね。は？え？進んだ？いや、進んでないな。え、だいたいそもそもここにはどうやって来たんだよ。あ、ここに、あ、扉あるじゃん。あ、じゃあ扉を探せってことか。見えないだけか。もう一回行こう。じゃあ。見えぬところに扉があるんだな。あるんだな。もうそう信じるしかないんだよ。この、え？ねえなあ。あれ？ここないだろ？歩けるところは全部歩こうぜ。ないな。うん。こっちは？こっちから来たっけ？そうだな。で、ここに穴があるだろ？うん。んで？ここにも穴があるだろ？あったよね。うん。で？ここにも穴があるだろ？うん。もう行き止まり。は？なんてどこだよ。ここ穴だろ？ここ、ないな。え、ないよな。え？どこ？あ、いった、よかった、あったあったあった、37ね。よし。え？これ、向こう向いてるけど、向こうに行けってこと？あ！もうさ。ちょっと、むずいて、ほんでさ、なんか、ちょっと、ちょ、変な魚もいるしさ。ちょ、ここむずくない？この、よし。反対側になるとけ、ちょ、行き止まりじゃねえか。ちょっと、行き止まり？向こう、こっちへ向いて始まれ、ちゃんと。よし、危ない。魚に注意しつつ。いや、まあでも、まあ。まあね。はい。うん。37面でしたね。いや、もう、でも、ちょっと、少しは、多少は、あの、ステージの向上だとか、そういったものが、分かったと思うので。はい。またね、挑戦したいと思います。改めて。アイテムも取れるようになったしね。はい。というわけで、アトランティスの謎、パート4は、これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また、パート5で、お会いしましょう。それでは、ここまでのお相手は、ネグでした。また会いに来てね。オツベーダー。バイバイ。